はじめ社長は、日本のユーチューバー、ユーム所属。本名は、枝元。愛称は、はじめん、もやしなど。血液型は AB 型。1993年2月14日、富山県都並市にて出生。元気でいてほしいとの思いから、元と名付けられた。自身は、動画内で中高生の頃は、生徒会で副会長になるなどし、学校では、 グループ内の端っこにいるタイプだったと語っている。動画を撮るのは高校時代から好きで友人と遊び感覚でズボンを履いたままパンツを脱ぐ動画などを撮影していた。バスケットボール部に打ち込んでいたため大学受験期まで成績は良くなかったが当時交際していた恋人が推薦入学で茨城大学への進学を決めたため1日10時間ほどの 受験勉強をはじめ、模試で、校内1位を出すまでになった。しかし、センター試験本番でもしより150点低い、点数を出したため、高校教員からの勧めで、第一志望ではなかった静岡大学へ進学。その後、恋人と別れたことをきっかけに、自分のために何かをしようという思いで、大学1年生の春休みに友人と YouTube への動画投稿を始めた。 2012年3月、大学の同級生と動画チーム、はじめカンパニーを組み、YouTube へ動画投稿を開始。初めて投稿した動画の再生回数は3回や13回だった。その後個人チャンネルを開設し、名前も、はじめ社長から、はじめ社長へ改名。2013年9月から2014年3月まで、イギリスへ語学留学。 帰国後の2014年4月1日にユーウムへの所属を発表した。留学中は帰国後にすぐ撮影へ入れるよう動画のネタをひたすら考えていたという。2015年6月、YouTube Japan のテレビ CM、好きなことで生きていくに出演。これに伴い、週刊少年ジャンプや渋谷109に全面広告が掲載されるなど、YouTube 以外の媒体での出演も増加した。 テレビ CM の撮影日と大学の教育実習の日程が重なり、悩み抜いた末、人生は一度きりだから面白い方に行こうと動画の世界で生きていくことを決めたと語っている。2016年3月、静岡大学を卒業。2017年2月、有料ファンサイトである、はじめのを解説。また、この年には動画を見たとみられる女性から、ストーカー被害に遭う。 この女性は11月に、はじめ社長宅に押しかけ、警察からストーカー規制法に基づく、付きまとい禁止命令を受けた。しかし12月にも同宅に押しかけ、玄関から無断で室内に入ったため、同法違反及び住居侵入の疑いで逮捕された。なお、この女性は、以前にも、東海オンエアの徹夜に、ストーカー行為をしたとして逮捕されていた。2020年11月に、 自身の仕事の多忙などの理由から、静岡から東京に拠点を移すことを公表した。2021年8月、約6年間住み続けてきたマンションから新たな住居へ引っ越しすることを公表。マンションの親にも引っ越しする意向を伝えた。同月28日公開の動画にて、海岸沿いにある4階建ての住宅を約3億円で購入したことを発表した。なお、 この住宅の購入は2年前から検討していたという。YouTube に個人チャンネル2つ、グループチャンネル2つの K4 チャンネルを持ち、メインチャンネルでは実験、ドッキリ、質問への回答、商品紹介など多岐にわたるジャンルの動画を投稿。サブチャンネルでは日常の小ネタ、ゲーム実況、趣味の遊戯王カード、企業とのタイアップ動画などを中心に取り扱っている。 2018年に開設したチャンネル、はじめ社長の畑では、主なメンバーとの日常動画や、大人数での動画を取り扱っており、2021年には、畑のセカンドチャンネル、野菜倉庫を開設している。思い切った動画を投稿するようになったのは、しつけが厳しく、遊びが抑圧されることが多い家庭に育った、反動だという。一人称は、おいら、僕、俺、 私を場合によって使い分けている。YouTube の他に、Twitter のフォロワー数が、日本国内がない、ツイートキャスティングの同時視聴者数が21位となっている。タレントのマツコデラックスも7年来のファンであることを2020年のテレビ番組での対談で明かしている。自身の影響力を活かして、大人数参加型の企画を行うことも多く、 2015年には横浜市金沢区が行ったイベントにて740名の参加者を募集し、だるまさんが転んだの最大参加人数、ギネス世界記録を更新した。また、企業などから依頼を受けたことによる商品レビュー動画の投稿やイベント、キャンペーンへの参加も頻繁に行っている。一方で、自宅に視聴者が押しかけることに悩まされ、 引っ越しを繰り返す羽目になったり、アメリカに3年間留学するという視聴者に対するドッキリ動画を投稿したところ真に受けたニュースサイトで取り上げられてしまうといったトラブルも起きており、これ以外にもニベアクリームの無駄遣い、ゴルフクラブの破壊、壊れたジャンク品のパソコンを天ぷらにするとなどといった理由で炎上したこともある。危険なことは視聴者が真似しないようテロップを入れ、 法律の範囲内で動画を撮っているものの、後に問題があると判断した動画は非公開にしていると語っている。2020年5月23日、同じく YouTuber であるヒカキンが新型コロナウイルスの感染拡大を受け、ヤフージャパン基金と共同で開設したコロナ医療支援募金に賛同し1000万円を募金したことを報告した。ヒカキン自身が一億円を募金していることを受け、 僕も1億募金しようと思ったんですがと、前置き、現状すぐに入金できる金額が1000万円であったため、今回はその額での募金となったと明かした。動画の中では募金の難しさについて触れ、医療従事者への支援が第一と念頭に置きつつも、新型コロナウイルスによる経済、社会的被害を鑑みて、この後が大事なのかと思ってますと自身の考えを述べた。 2017年3月、動画配信活動を行っている、水にニがはじめ社長のに小疑惑を暴露し、同じ事務所のユーウ,ウムに所属している、木下優香と交際していたことも発覚した。その他、モデルの女性を家に止めたことで、交際関係を疑われている。その後に小疑惑を認める動画を公開。同年3月30日、ファンクラブサイト上で活動休止を発表。 5月12日に YouTube での活動を再開した。2020年2月4日、日本で一番やばい心霊スポット、異例の森に行きましたというタイトルの動画を投稿。動画の内容が1971年に発生した、全日空機、雫石衝突事故の犠牲者を追悼する、異例の森を心霊スポットとして紹介するものだったため批判が相次ぎ、2月6日、 ツイッターで動画を非公開にしたことを報告。不快に思われた方、申し訳ありませんでしたと謝罪した。2021年2月17日に投稿した動画内で自宅前の道路を法定速度以上のスピードで運転をしていたところを警察に捕まり反則ギップを切られたことを公表した。それまでは5年間無事故ム違反のゴールド免許だったことも公表している。 2018年5月2日より、はじめ社長の新たな関連チャンネルとして、はじめ社長の畑が開設された。主にはじめ社長とその友人や後輩たちとの日常の出来事や大人数での企画などを動画にしている。同チャンネルでは一つの企画を一本の動画として投稿するのではなく、日常の風景やその日の動画のサムネイルになっている。 大元の企画などの複数の動画をつなぎ合わせて1本の動画にしていたり、YouTube に公開される1本の動画の再生時間が、はじめ社長のメインチャンネルと比較すると、平均10分前後と長かったりと、従来のグループ YouTuber とは異なる動画構成となっている。撮影は、基本的に2018年まではじめ社長のメインの撮影部屋兼自宅として使用していた静岡市内の、 マンションの一部屋を畑発足と同時に、はじめアミューズメントパーク、通称、ハッピーと称して使用し、撮影を行っており、それに伴いはじめ社長は、メインチャンネルの撮影部屋を同マンションの隣の部屋を契約し移転することとなった。これまでのはじめ社長のメインチャンネルや、サブチャンネルとは異なり、はじめ社長が中心となっているだけではなく、 他のメンバーが中心となって動画が撮影されていることもある。その際、はじめ社長はメインチャンネルの撮影や東京などの遠方での仕事のため登場しないケースが多い。一時期はメンバー間のローテーションで休日制を導入し、この間は常駐メンバーも休みの場合は動画に登場しなかった。畑時代第一期2018年5月2日に解説し、はじめ社長を 第一位、ヤフエイ先生、タ、ナッチの4人で指導。同年7月30日の動画より、トマトくんが、レギュラーに加入。2019年7月4日の動画より、オーディションで選ばれた徹也が、レギュラーに加入。同時期に、同オーディションの最終選考で落選となったまたゾが、裏方として、不定期に出演し始める。2020年1月より、 メンバーの徹也が突に解明。2020年4月より、新型コロナウイルス感染拡大防止のためハッピーに滞在する人数を基本的に3人までとし、残りのメンバーは自宅待機、必要に応じて、LINE のグループ通話を用いたリモート出演や1人ずつ、入れ替わりでハッピーに出入りをするという措置を取ることとなった。その後、普段の外出を含めた行動は、 自宅とハッピーとの往復のみ、メンバー以外の不特定多数とは日頃接触していない、などの理由から、徐々に人員削減を緩和していくことがはじめ社長より、発表された。2020年5月10日公開の動画にて、メンバーの第1位がレギュラーを脱退し、YouTube 業界から引退することを発表。目的としては、本人曰く、他にやりたいことができたとのことで、 他にも結婚を視野に入れた今後の人生や YouTuber として生活が困難になったことなどを挙げている。発表後は個人で就職活動を行っていたことから動画への出演が少なくなり、同年7月26日投稿の動画がレギュラーでの最後の出演となった。畑時代第2期2020年8月1日約1週間の休業期間を経て5人体制となる。 新たな畑が始動。これまで2年間使用してきた OP タイトルバック、各字幕テロップ、場面点加外キャッチなどがリニューアルされた。2021年4月6日公開の動画にて、同月23日までチャンネルリニューアルの準備に伴い動画投稿を休止することを発表。フラベジ時代2021年4月23日公開の動画にてチャンネル名を はじめ社長の畑から、フラベジに解題し、大幅なリニューアルを行った。また、オーディションで選ばれた、トゥイトエッチェロの2名並びに、これまで、裏方、準レギュラーだったマタゾが、レギュラーに昇格し、計3名が、レギュラーメンバーに加入した。2021年5月2日公開の動画にて、新メンバーの一人である、エッチェロが、本人の意向により、 わずか二日でグループを脱退することとなった。2021年6月より、日常生活での映像やゲーム動画中心のセカンドチャンネルとして、野菜倉庫が開設された。2021年7月22日公開の動画にて、フラベジナツの強化期間と題して、メンバーの役割が一部変更になったことが、はじめ社長から公言され、さらに今後は第一位の脱退後に不在となっていた。 リーダー並びに総監督をヤフエイ先生が務めることが発表された。畑時代第3期2021年10月1日公開の動画にて、チャンネル名がフラベジから、再び、はじめ社長の畑へと戻り、動画の試行や編成並びに各メンバーのイメージカラー等が元に戻された。さらに、2020年7月に一度グループを脱退した第一位が1年2ヶ月ぶりに、 レギュラーメンバーに復帰した。上中メンバー、はじめ社長の畑は、基本的に上中メンバーを中心として構成されている。元上中メンバー準レギュラー上中メンバーではないものの動画に出演する頻度の高いものを期する。動画、ありがとうございます。